ーティーでシャイニーチョコとチョコレートフォンデュを食べたことは覚えてるでしょ？もちろんよ。たくさんの味と出会えて最高のパーティーだったもの。あの時の食材がたくさん余っちゃったの。助けてちょうだい。まったくお金持ちはこれだから、食材は使い切れる分だけ買うの。マリー、わかった？もちろんです。あの時は世界で一番シャイニーなチョコを作りたくて、ちょっと気が焦っちゃったのよ。まあ気持ちはわかるけどね。それにしても明らかにチョコには入れないような食材ばっかりじゃない。ニコッチ、もっと発想を柔軟にしなくっちゃ。意外な組み合わせから新しい未来が生まれるのよ。いちごと大福、あんことパン、そして酢豚にパイナップルね。どれも意外な組み合わせでしょ？そう言われると確かにそうかも。発想を柔軟にして全部の食材を使い切って、うん、うまくいきそうよ。マリ、手伝って。ニコの栄養満点パーフェクトランチ、ファンタスティック。なんて美味しそうなのかしら。あの食材でティッシュとデザートがこんなに作れちゃうなんてすごいわ。タンパク質もビタミンもたっぷりで、スクールアイドルの体作りにはぴったりよ。さすがニコッチね。本当にありがとう。食材たちもニコッチのおかげで喜んでるわ。食材が喜んでる？もしかして食材までもがニコニーのファンになっちゃったってこと？はあ、ニコの愛らしさって本当に罪作りね。これからもみんなのニコニーであり続けるから、ずっと愛してちょうだい。